私がサイレントヒルをプロデュースするにあたって最も重視したのは、サイレントヒルを大好きな人たち、愛してる人たちにゲームを作ってもらうことです。世界中にサイレントヒルを好きな人たちはたくさんいるんですけれども、もちろんコナミの中にもサイレントヒルを大好きな人たちはたくさんいらっしゃいます。その人たちにゲームを作ってほしい。ただですね、コナミ自身が、ホラーゲームをフルプロダクトで開発したのは、サイレントヒル4、だいたい約20年前なんですね。で、その長い間にホラーゲームを作るノウハウが若干失われてしまったと。そこで、まずは小さな短編を作って、ホラーゲームを作る能力をですね、研究開発として高めていって、それで製品に臨んでいきたいと考えました。コナミの中にサイレントヒルを大好きな人たち、ホラーゲームを大好きな人たちがたくさんいる。これからもホラーゲームを作っていく、そういう意思表示のためにこの作品を作りました。久しぶりにホラーゲームを作るということもありまして、強力なですね、国内の開発会社と二人三脚で共同開発でゲームを作ろうと思いました。で、パートナーとして選んだのはヘクサドライブさんで、ハイエンドゲームをたくさん作っておられますし、彼らですね、サイレントヒル2のウォークスルーのデモを僕らにですね、提案してきたことがあったんですね。残念ながら、サイレントヒル2のプロジェクトはブルーバーチームさんというポーランドの会社さんにお願いしたんですけれども、僕らの中でそのヘクサドライブさんのサイレントヒル愛というのはすごく印象に残っていたので、その記憶にたどってですね、今回ご一緒しませんかとお声掛けをしました。そしてですね、スタッフクレジットを見ていただくと分かるんですけど、本当にたくさんコナミ社員が関わっています。本作はですね、この生きづらい時代で若い人が人と人のつながりをもとにですね、生きていくっていうことを、テーマに選びました。非常にシビアな状況、学校でのいじめであったり、ネットでのいじめ、そういったものも描いてるんですけれども、最終的にはちゃんと前を向いて生きるということに向かっていくような、そういう希望を描き出したつもりです。新しいホラーをですね、作ろうと思ったんですね。で、新しいホラーって何だろうって考えた時に、今の世の中で恐ろしいことって何かっていうことを、まあ、COVID が始まりつつあった時に考えた時に、リモートワークとかいろんな変化が社会に起きていました。で、その時にいろいろ見ていて、やはり Twitter を含めたソーシャルメディアでの対立だったり、いじめだったり、増加する自殺といったようなことを見て、社会の中で孤立するんじゃないかというソーシャルメディア上での孤立感が新しい形の恐怖なんじゃないかと思ったので、これをサイレントヒルのというテーマの中でやろうと思いました。まず、岡本さんの方からこのテーマを伺った時にですね、サイレントヒルというオリジナルが持ってたそのテーマ性を、加味しつつも、現代的にアレンジされている作品であるという点にすごく共感しました。それが今のソーシャルネットワークのメイン層であると思われるその若い世代に、届く内容としてすごく揉まれた、作品となるような、気分がこうすごく高かったので、そこに対してこうどれだけ自分がアプローチできるかというところを自分なりに、こう精一杯やっていったというところであります。私はこのテーマをお伺いしたときに、非常にやりがいがあるというか、本当に自分にとってみても、この数年間同じようなことを悩んだり、やはり若者たちが辛い思いというか、いろいろと思い悩んでいるところを、私も身内にもそういう人がいましたので、余計にこういうストーリーをいかにして描いて、なおかつ若者たちに対してのどういうメッセージを送るか、そういうことを発信していきたいなと思っておりましたので、このお話をいただいた時は、本当にやはりそういうキャラクターたちをいかにして描いていくか、で、そしてそのテーマに基づいて、そのプレイヤーの人たちに
どういうメッセージを送り届けるか、そういうことを考えて書かせていただきました。この作のテーマを岡本さんから伺ったときにですね、サイレントヒルの初期のオリジナルが持っていたテーマ性というのを下敷きにしつつも現代的なアレンジがすごくされているという印象を受けました。自分の担当はクリーチャーデザインがメインでしたので、そのデザインに現代の若者が抱えているインターネット上でのその問題だとか、その悩みであったりとかっていうところをどれだけ反映できるかというところが今作での一番個人的な大きなテーマではありました。伊藤さんの中でその桜っていうその一見美しいものを選んだっていうのは、やっぱりそのあれですか、ネットで盛り上がってたりするっていうのは一見美しかったり平和だったりそういうふうに見えるんだけども、その一つ一つをよく見ていくと結構その悪意が込められていたりとか、そういうなんていうかソーシャルネットワークの本質をそこに込めたような。そうですね、例えば日本って満開の桜に対してこう独自の世界観といいますか、こう考え方というか理解があると思うんですけど、例えば主人公が最後にこう亡くなる場面があったとして、その際に、満開の桜の下でこう花びらが舞ってる場面っていうのがよく、用いられると思うんですけど、それが、僕には一見とても美しい、心がこう晴れ晴れとするような絵ではあるんだけど、とても悲しいと言いますか、残酷的な側面がそこに内在してるんじゃないかというのが ありまして、そこがうまく今回のソーシャルネットワーク上での喜劇と重なるんじゃないかというところで、桜の花びら、満開の桜の花びらというのを選んだというところがありました。なるほど。いや、美しさとその裏にある残酷さっていうのは本当に日本的な考え方だと思うんで、いや非常に桜クリーチャーの独自性がよく分かりました。私の方でやはり重要視したのは、やはりこの登場してくるアニタ、アメリ、そしてマヤのこの3人の子たちと、この子たちをどういう形で描き出したらいいかということを3人に、なぞらちょっと頭の中で想像したりして会話していったってことですかね。このシナリオを担当させていただくにあたって、自分とやっぱりこの子たちとの違いっていうのを2つありまして、1つはやはり私たちが学生の時っていうのは SNS の恐怖っていうか、そういった便利でありつつ恐ろしいっていうもののそういうツールがなかったからこそ、実際に自分たちがその立場に立たされたらどんな形になるだろうかと、安易に例えばそんなものを気するなとか、こんなもん大したことないとかとても言えるような状況じゃないだろうな。だからこそこの3人たちがその SNS やそういった便利ツールにいわゆるとらわれて、それで苦しんだり悩んだり、そして実際に死を選ぶとか、そういったものを考えるに至った、どうやったらそういう形に悩んだ上で、なおかつただ悩んで突き放すだけじゃなくて、そこにどうやって救いをもたらすか、そういったものを考えながらやりました。そしてもう一つはやはり死生観の違いっていうのをすごく深く感じまして、日本の場合ですとどうしてもやっぱり腹切りとかそういったものでごく普通に、いわゆるなんか自分が悪かった、あるいは自分に責任があったという形で押し込めてしまうところあるんですが、それはやはり欧米とかそういった人たちとは考え方が若干違ってくるんじゃないかなと、そこを今回勉強させていただいた上で、どういう形であればそういう思考のメカニズムになるのかということをやはりそういう文献を見ながら勉強させていただいた上で描かせていただいたという次第でした。やっぱりあれですよね、自殺するっていうその主人公であったり、その主人公に親しい人をここまで大きく扱うっていうのはなかなか珍しい作品であって、なかなかその部分が書きにくいというか、同じ気持ちやなくてなかなか慣れない
ていうのはライターもそうですしプレイヤーもそうだと思うのですごくそこに難易度が高かったと思うんですけど、その難易度の中で一番その難易度を突破できたなというのはどういう時でした？そうですね、やはり自殺っていうところにその死を選ぶっていうのはよほど究極な思考 のいわゆる着地点だと思うんですけど、そこに至るにあたって自分だったらそこまでは考えないだろうなって考えたりしたんですけど、じゃあどこまで追い込めば自分が追い詰められたらその選択肢を選ぶのかっていうことを自分なりに頭の中で考えた上で、それで出てきたテーマの中でいわゆる家族からの責められて、あるいは友達から責められて、自分の世界がもうどこにも未来がないっていう、そういう追い込まれた時にやはりそちらを選んでしまうんじゃないかなっていうところを考えた時に、皆さんにやっぱり納得してもらうような形にはこういう思考じゃないかなということを思いついたというよりは教えてもらったって形で、そこでようやく救われるにはこの道しかないかなということを考えた人です。非常に何度もリレーというかものすごい回数僕と加納さんの間でシナリオのやり取りをやったと思うんですけど、やっぱり加納さんのシナリオのおかげですごくもともと考えていたこの作品のその暗さに対してちゃんと明るくて力強い作品になったなと僕思っていて、それってなんだろう、やっぱり人ってやっぱり生きたいんだなっていう、その自殺にしようかどうしようか迷ってるような子であっても、やっぱりそれでも行きたいんだな、どっか行きたいっていうその力っていうのがあるから、行ってしまうと、何度も死のうとしてるんだけど、究極的には死んでないわけですね、あの子は。なので、その行きたいっていう力っていうのがどんだけあるんだってことを、結構僕は加納さんとやりとりで、改めて感じました。やっぱり人間は行きたいんだな。そこにどういう形でご協力できるかってことを自分の中でも考えて試行錯誤してきたので、そう言っていただけるとすごくやりがいがあって、本当にやってよかったなっていう感じの満足感があります。この3人に関しては実はやっぱり作っていく中で僕ら自身の中でも少し発見があったというのが正直なところで、やっぱりティーンエイジャーの人たちが今どういうことを考えてるんだってことを考えながら、より説得力のあるシナリオを作ろうとしている中で何度も議論して、正直作ってる間に少しずつ変わったところもあります。でやっぱり亡くなってしまった女の子マヤっていうものに対して、これだけ何度もその思い返しているっていうこと自体が一つのその主人公のアニタのまあ執着みたいなものだったり友情だったりするっていうところがあると思っていて、まあそこの部分をどういう関係だったのか、どういう感情だったのかっていうのは、まあ、プレイヤー一人一人が感じることだと思うんですけど、まあ、個人的にはすごくその言葉に明確にして感情を語ってるところと全然言葉にしてないところっていうのが両方あるのが、この3人の関係だと思います。ですね、私はやはりこの3人はすごくいい子たちっていうか、環境さえこのちゃんと整っていれば、あるいはこういう事態が起こって社会がおかしくなってなければ、きっと普通に過ごしていたり、あるいは友達関係も仲良くやったりとかして幸せに過ごしていたんじゃないかなっていうことをやはり考えてまして、そもそも性格が良くなければ、自分のことをここまで追い込むほど嫌いになったり、あるいは死を選ぶっていうか、そういったものも考えないと思うので、やはりその表裏一体というか、残酷なことを考えると同時に、いかに希望をこの子たちに考えるに至るというか、そういう救済の道があるのかなということを考えながらやってきたので、まあ本当にこの子たちは本当は幸せになってもらいたかったなっていう思いを込めながら、お話っていうのを作ってきたって感じがします。
サイレントヒルなのでおそらくあのネット上で、まあ、議論が活発になると思うんですね。これまたおそらく、プレイヤーがそれぞれ三者三様の視点に立ってその議論が分かれると思うんですよ。でそうなった際に三者三様、まあ、それぞれが同じバランスで、まあ、仮にバランスよくその議論が発展していったとして、そこで、主人公が最後に死なない選択を取るということに対して それぞれのプレイヤーが何を思うのかというところを、まあ、深く考えてほしいなというところが個人的にあります、ね。で、まあ、若い世代は、まあ、僕からしてみればもう子供みたいな、年齢に値するんですけど、彼らが持っているそのソーシャルネットワークに対する思うその考えだった思いっていうのは、まあ、僕らおじさんなんかとは、まあ、おそらく違うと思うので、そこでまた、まあ、僕らが想像も しなかったような答えがその議論の中で出てくると思うので、まあ、それを彼らがそのどう受け止めてその自分の中にその格納するのかっていうところをちょっと個人的にあの楽しみにしています。はい、あの私はあのプロデューサーの岡本さんとあのシナリオに関してあのいろいろと議論させていただいたり、あるいはあの3人たちとの対話した時に、やはりこの状況っていうのは自分が追い込まれたら辛いだろうなと、やっぱりあの自分の力ではどうしようもなかったあの要因も入ってたりするので、あのすごい生きることっていうのは辛いんだなっていうのはすごく自分なんかの感じました。だから安易に気にするなとか頑張れとかそういう言葉は言えないんですが、あのできればあのプレイしている皆さん、悩んでいる皆さんがあの生きてほしいなと、そのままあのなんとかあの生き抜いてほしいなっていう、そういう思いを込めてあのお話を作ってきたつもりですので、あのプレイする皆さんの中にもあのそういったあのメッセージというかテーマものを感じて、皆さんの中でいろいろとあの議論悩んだり、その中で希望を見出してくれるような形になってくれれば、私はすごく嬉しいかなと思っております。はい、この作品あの名前がショートメッセージという名前です通り、本当に短い短編なんですけれども、コナミがあのインディースピリッツを持って作ったあの久しぶりの作品です。ぜひ、ね、サイレントヒルファンの皆さんには楽しんでいただきたいと思いますし、そして若い人たち、本当に若い人たちにとって今の時代困難が多いと思います。あのこんな時代になってしまった、こんな世界になってしまったという、あの一人の大人としてもちょっとじくじたるものがあるんですが、こんな時代でもちょっとした優しい一言とか、他人に助けを求めて、それで何かちょっとしたことでも返ってくるってことで人は生き延びられるということ、そういうことをですね、込めたつもりですので、何か抱えていることがあればぜひ周囲の人に助けを求めたり、周囲の人にそういう頼りになる人がいなくても誰かにつぶやけばですね、答えが返ってきたり、いいねが返ってきたり、そういうことでちょっとした希望がもらえるっていうことをあのお伝えしたいと思います。サイレントヒルショートメッセージ、現在配信中です。ぜひ皆さんプレイしてください。よろしくお願いします。